くアスカさんがいっぱいいるみたい。あ、着たことある衣装もあって、裸足でサマーの衣装はまだ着たことがないもの。アスカさんがいるみたい。はい、私のアスカさんとの思い出メッセージはこちらです。アスカさんへ、アスカさんの言葉に何度も助けていただきました。本当にありがとうございます。またシニア系のお話もさせてくださいユナって書きました。こうアスカさんと最後の方を一緒に活動する機会がいただけたんですけど、その時にちょっとお話しした時とかに、なんだろう、私が結構家族の話とかするのをこう好きだって言ってくださったので、またしたいなって思いました。はい、じゃあ貼りたいと思います。できました。貼りました。そうですね、アスカさんとまたたくさんお話できたらいいなと思います。それでは柴田優奈でした。バイバーイ。